ジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。では先月の売り上げのデータを見ていきたいなと思いますので見ていきましょう。いつも皆さんありがとうございます。この苔むしった色のカーキね、これも出てきますよということです。はい、本日ですねジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。ということでとうとう今月は新作がてんこ盛りということで、皆さん楽しみにしていただければなと思うんですけど、その前にまずはね、金額発表からいきたいなと思います。では先月の売り上げのデータを見ていきたいなと思いますので見ていきましょう。はい、出ましたね。2023年8月がですね864万2590円ということで、いつも皆さんありがとうございます。先月の5月に比べるとねぐんと下がってるようには見えるんですけども、まあそれでもね1000万弱ぐらい、皆さんにこう購入していただいたりとか気に入っていただけるっていうところはね非常にありがたいなと思っておりますので、本当に皆さんいつもありがとうございます。工場さんの方にもバンバン発注かけてて、ちょっと工場回りませんっていうところまで行ってるところもあったりするぐらい嬉しい悲鳴をねいただいております。ありがとうございます。そしてですね皆さんにいただいたレビューっていうのもね見ていきたいなと思います。今年の夏ね出たアクセサリーのアンクレットとか、シンプルながらも存在感があってとても気に入りましたとかね、今年のやつは紙ショーツと合わせて湘南攻めしますということで、ナンパしたんでしょうかどうでしょうか、また教えてください。キーケースもねキャベルのキーケースを1年間使用してよかったので友人にプレゼント用で購入させていただきましたというダークブラウンですね。でサングラス、今までサングラスをかけることあまりありませんでしたが、ジャパンメディアさんのサングラスなので思い切って買いましたということで、迷ってるうちにブラックグレーが売り切れたのでブラックブルーを選択、薄いブルーなので違和感なく着用できましたと。早速ドライブ、日差しが照りつける街歩きで使用、目の疲れが全然感じず非常に良かったですということで、嬉しいですね。でデニムですね、素早い発想ありがとうございます。履いた瞬間柔らかって感想でしたと。アウトラスト使ってるのでね部屋が30度なのに暑くなくてビビりましたということで、もう少しだけ、ズボンを細身にしていただけると助かりますということで、確かに細いねパンツもあってもいいかなと思います。これ僕北海道ツーリングした時にこのパンツ履いてて、なんか視聴者さんからそれどこのデニムですかって結構聞いていただいて、なんか北海道ツーリングの時かっこよく見えたんかちょっとわからないんですけども、聞いていただきました。僕はね僕のやつこれなんですけど、だいぶ履いちゃってね色味がだいぶ変わってはいてるんですけども、これが北海道一瞬の時に履いてたねジー、パンですね。そして次ネックレス、これはでも普通やでっていうレビューねいただきました。ありがとうございます。お世話になります。ネックレスをつける際に根元に力を入れすぎたせいか切れてしまいました。修理は可能でしょうかということで、また料金お知らせをお願いいたしますという連絡いただいております。これ直接僕の方に連絡いただけましたら、修理の方はもちろん可能ですし、修理の方はですねまた料金も状態によって変わるので、切れただけとかやったら例えば2000円とか3000円で済んだりするんですけど、もう45センチ中20センチをどっか飛んじゃって行っちゃったってなってくるともうちょっと値段してくるかもしれないんですけど、まあそれもね一回連絡修理金額これぐらいですって伝えてどうしますかって聞くので、それでするかどうか、判断していただければいいかなと思いますので、メールでも、ベースの方の問い合わせでもいただけたらね対応させていただきます。この状態だとね誰さんかちょっとわからないんですよ。申し訳ないですけどよろしくお願いします。でフリーズですね、2着目グッドということで、ここでも出てますがとうとう今日から出ますのでポチる準備皆さんしといてください。一斉にバーッときますのでね、本日の20時からですね25日の20時から狙ってるカラーがありましたらね、選んでください。もう迷ってるよっていう方はねもうちょっと後にしていただいた方がいいかなと思うので、他のフリースもいっぱいいいのあるからちょっと迷ってんねんっていう方はちょっと一旦保留していただいて、絶対これ狙いに来てるという人に先買っていただきたいので、そんな感じでちょっとよろしくお願いします。で次はねブルゾンですね、コーデュラブルゾン、これもかっこよく気に入ってますと。で早く季節が来てほしいです。1点だけ改善するとするならば、袖の内側のメッシュの生地を変更していただけたらと思いますと。というのも半袖ジャケットを着た時に腕の部分がザラザラとしてちょっと不快感がありますということで、なるほどですね。こちらコーデュラブルゾンなんですけど、これの開けたところですね、この開けたところの裏側のこのメッシュ生地ですね、このメッシュ生地を変更していただけると助かりますということを言っていただいたりしてて、まあつけた理由はねこれ1枚でもいいんですけど、やっぱ裏のメッシュがないとねへばりつくかなと思って、汗ついた時とかにベチャーってナイロンなんで汗吸わないんでへばりつくかなと思ってメッシュをやったんですけども、そういうお声もいただいてありがとうございました。でね、ジャパンメディアの方では7枚ステッカー、まあ、7枚購入していただいた方にレザー時計、ここにありますけどこのレザー時計を無料でプレゼントしてるっていうところもそうやし、あとねハンガーもプレゼントしてるんですよ。こうやってねこのジャパンメディアのこちらのハンガーをちゃんと木材で作られて肩幅広くて、こう兵庫県のね中田ハンガーっていうところでね作っていただいてるんですけども、これを15枚集めるごとに15、20枚、25枚って集めてくれたらもうどんどん一個一個送っていきますので、7回1回集めてもらったらこれじゃないですか。でそこから継続です。7行った後に8、9、10、11、12、13、14、15でこれまたプレゼントで、また20でプレゼントで、また25でプレゼントって、まあできるだけハンガーって何本あっても使えるじゃないですか。だからそういう感じでねどんどんプレゼントしていきたいなと思ってますので、また貯めていただければ嬉しいなと思います。それとですねインスタグラムの方ではハンティングチェアのプレゼントっていう企画もやってますので、今月は確かボディバッグなんですけど、ボディバッグをねこんな感じで背負ってもらって写真撮ってもらってインスタのタグ付けしてもらったら優秀賞の人に、ハンティングチェアプレゼントさせてもらってます。でこれインスタ内でしかやってないので、はっきり言うとめちゃくちゃ人数少ない
少ないです。だからもう母体数が少なくて当選確率めちゃくちゃ高いっていう状態なんで、またねこれも気になる方はどんどん応募していただければ嬉しいなと思います。そして最後に新作を簡単にちょっとサクッとお伝えしておきたいなと思います。まあ、ダウンジャケットがねおそらく今年厳しいっていうことになってて、まあ、今月末出るのはこういったねブルゾン系とか出ていきますよと。ちょうど秋口去って出かける時とかに、使えるようなこれまあコーデュラですけどね、これでちょっと撥水の加工もしてるから多少の水とかでいけるっていう感じで着用していただいても結構ですし、それ以外にはフリースですよね。まあ、この新色、この2023年から出てきたこのコケムシった色のカーキね、これも出てきますよということです。そしてそれ以外にもですね、今現在サンプル進行中でございますこちらの防水レザーリュックですね。内側見てもらうと赤の素材、これはコーデュラの素材が使われてたりとか、パソコンのスリーブケースにはなんとポーラテックのフリースが使われてたりだとかっていうことで、しかもこれが防水であるっていうのが、まあこれはちょっとすぐにはできひんねんけども、今これサードサンプルで作っております。またこれも進捗はコラムで出てるので楽しみにしておいてください。はい、とまあねそんな感じではお伝えさせていただいたんですけど、まあ12月1月に向けてね、なんか皆さんに喜んでもらえたりできるプレゼントできひんかなっていうことで、今はこっちでちょっと実は動いております。だからまあ12月1月ぐらいにもしかしたら何か買うと何かついてくるかもしれないみたいなことが起こるんじゃないかなと思います。この見てる方で当てれる方いないと思いますけども、僕やったらこれもらいたいな、どうせ年末年始やしみたいなものをまあオーダーでちょっと作ってるんですよ。でまあそれがプレゼントできたらなと思ってますので、またそれもね楽しみにしていただければなということで、本日はですねジャパンメディアの先月の売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。